今回は、瀬川祐介選手、そして大南拓磨選手に来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。願いしまで、す。ちょっとポーズがあるんで、そこから始めていいですか？K っていうポーズなんですよ。言ってもらったら嬉しいですよ。それでは、清風呂、スタートです。ありがとうございます。え、ちょっと今の雰囲気見ててもわかるんですけど、仲良しですよね、お二人ね。まあちょっとね、関係性を整理しておきたいんですけど、まあ新加入のお二人なので、すごい仲いいっていうのを知らないっていう方ももしかしたらいるかもしれないんで、瀬川選手が来年30歳の年か、早生まれだから。はで、大南選手が今25歳ですよね。で、まあだから4歳、年が4歳違うってこと。なんだけれども、ものすごい仲いい。これは、だから、柏レイソルで一緒にプレーしていたからっていう理解でいいんですか？そうはい。この間ね、瀬川選手に、大南選手と仲いいんですかって聞いたら、時間に勝るものはないんですよねっていう名言を、いただいたんですが、そういうことですか？やっぱり、長く一緒に過ごしてきた。そういうことですか。まあそうじゃないんですか。じゃあそうです。そのレンソル時代から仲が良かったんですか？瀬川君の同い年の代が多くて、その代に追い込んでいった。結構先輩好きなんですよ。まあ誘ったり来たりみたいな感じなんです。結構だって群れるのが好きだとおっしゃってましたもんね、セバ選手。そう、俺は群れます。大南選手は、だからその群れがあるところにくっついていきたいタイプ？潜れてるところに基本で、輪の中心には入れないんですけど、俺の輪の近くにいるみたいでまあ、そのレーソル時代から一旦離れてたじゃないですか。な。はい。瀬川君自体がレーソルの選手とめっちゃ仲いいから、みんなでご飯行こうよっていうのを言ってたんですよ。ちょっとコロナが収まったら行こうよって話してて、結よく行けん局、わ。誰も行かないって。なんかあんま乗り気じゃなかったっすよね、どうなん？俺はもう行く気満々だったけど。なんかみんななんかそんなの、俺も行きたかったんですけど。言うなよ。っていうか、それ、知らんか、知らなくていいんだけどって。いや、そう、みんな大変じゃないですか、まあね。みんなの予定合わせるの大変ですからね。瀬川君は、幹事をする感じのタイプなんですよ。そうなの。仕切り屋さんなんだ、結構。仕切りたがっちゃうんで、ダメだよ、お前。仕切りたが仕切りたがって、そう、だからその人がいなくなっちゃったんで、レーソルで。出川君はみんなと仲いい。で、その中の一人みたいな。困っす、こいつ、俺の。でも今こうやってね、フロンターレで一緒になれたのは、なんかすごい運命的っていうか、喜ばしいことだったんですよね。なんか連絡取ったりしたんですか？俺もフロンターレ行くんだよ。連絡取りました。俺はもう行くって決めてたレース時だに、時に、俺もちょっと迷ってた時に、早く連絡して。俺は勧誘しまくります。来い、来いって。俺の力で来ました。早くがいるから、なんか、心強いなっていうのもあって。そうなんですか。じゃあ、瀬川選手がいなかったら違う選択した可能性もあるってことですか？そうです。まあ、なきにしも、本 当まあ、結局は自分で決めてるんですけど、ちょっとは、そういう相談もしてるから、ちょっとめは、っちゃもうちょっと言っていいな。ちょっとめっちゃね、ちょっとじゃん。その2人の関係性がすごい仲いいのはよく分かったんですけど、お二人以外のフロンターレの選手との相関図的なものもね、よかったり知りたいなと。例えば、だから瀬川選手で言うと、大島選手とね、仲がいいっていうか、今、チームメイトになる前からご飯に行ってた仲っていうのはもう分かったんですけど、その大島選手以外だったら、例えば。のぼりくんとか、あつきが後輩だし、明治の。俺結構若い後輩をいじるんでいっぱい。特にこうなんか、いじりがいがあるとか、最近ちょっとお気に入りの後輩とか、いまそんす？ななんか、キングみたいな感じ、やめてくれない？下とはね、まんべんなく喋ってます。本当は俺同い年と言いたいんですけど、ミキ、気づいたら帰ってるし、朝も早いし、
ああ、そうか。一応上り軍団ではあるんですけどね。そうか。軍団、プライベートもずっと一緒にいるみたいな感じじゃないじゃないですか。プライベートもずっと一緒に群れてるのが瀬川軍団じゃないけど、また瀬川君ってすごい若いんですよ本当に。あの、結婚してますかぐらいの生活感なんで仲いいは常に一緒にいて、うん、そう、どこにでも遊びに来てみたいなのが瀬川君の仲いいなんで、なんか、あの、そのギャップあるかもしれないです。もう昼飯絶対マストで。一人で行けないんだ。いや、行けますよ。ないんだ。一人で行けるよじゃあ、あれっすよね、レーソルの時は昼飯をみんなで食べに行く機会が多かったんですよ、うん、ここ、まず昼飯食べれるからマストで。あ、そうか、中でね。大南選手もそういうタイプなんですか？誰かとつるんでたい。俺結構先輩好きなんで、先輩好きなんで、うん、お金も払わなくていいし今の冗談なんですけど結構なんかいろんなところに顔出してました。レースの時はそのご飯行くってなったら瀬川君たちのグループにも行ってたし、瀬川君たちもしか行けねえわ練習終わるのも遅いし、飯食ってから筋トレとかする人もいるし、うん、なんか一日はここで終わるよね。そうってなると、だから外で会うってことがなくなっていくとか。そう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 。だから多分あれだよ、レイソルは量がないから。あ、まあそうだね。そうだね。だから若手もこう飯に困らないというか出るじゃないですか。あ、確かに。レイソルの時は俺はもう先輩の家に転がり込んで、今日ご飯いいっすかそれでなんかその先輩と仲良くなるっていうのが多かったかもしれない。それ先輩で、じゃあもしこうやってご飯とかもっと行ける感じだったら、大南選手、瀬川選手以外だったら、あの先輩と行ってみたいなとかいます？まあ、和樹くんとかね、面白そうっす俺が行ったのがもう自分からなんですけど俺飲みに行きたいっす。ああ、ね、ちょっとなかなか今まだね、うん、行きづらいですもんね。そういう、もう楽しみたいですね。そう、プライベートのね。そう。次の星